はい、皆さんこんにちは、今日は昇進会のあり方に疑問を持っている方へということで、質問ですね、昇進会に所属していて成仏はできるのでしょうかという質問です。残念ながら昇進会に所属したままで成仏はできません。なぜなら昇進会の信仰は日蓮大聖人の仏法の一番大事な根幹を否定しているからです。大聖人様は末代の凡夫三宝の恩を被りて三宝の恩を奉せず、いかにしてか仏道を成善、御書の268ページに、このように仰せられておられます。末法における三宝とは日蓮大聖人、仏法とそのご等体である本門会談の第五本尊、方法ですね、そしてこの仏法と方法を正しく伝授せられる日光聖人を唯一とする歴代の御法聖人、僧帽ですね、の3つを言います。この三宝はすべて総本山退席時に正しく伝えられているのですから、日蓮大聖人を末法の御本仏と拝し、本門会談の第五本尊を根本としつつ、総本山退席時に連なる信心をしていかなければならないのです。このように考えますと、総本山退席時からすでに34年間も離れたままの昇進会が三宝の恩を具体的に講じていないのは火を見るより明らかでございます。したがってこうした昇進会に席を置く限り、いかに信仰に励んだとしても成仏は叶いません。あなたは真の幸せを求め成仏するために日蓮大聖人の仏法を信仰したのではありませんか。客観的に見ても高専ルフの大道から外れ、主情を救済する意欲すらも失ってしまった昇進会は単なる異流儀の集団であることは明白でございます。日蓮大聖人様はおのおの獅子王の心を取り出して、いかに人をロスともおずることなかれ、同じく、1397ページですねと仰せです。どうか勇気を出して、これまでのしがらみとは決別し、今こそ日蓮召集の正しい信仰に再び帰依してですね、私たち日蓮召集の相続とともに成仏への大道を歩んでください。次に、新たに建立されている寺院は将来にわたって日蓮召集とはどのような関係になっていくのでしょうかというご質問です。昇進会で建立する新道場なるものは日蓮大聖人の仏法とも本門会談の第五本尊とも無縁の建物です。また昇進会にはそれぞれの寺で出家得度した僧侶がいるようですが、彼らも日蓮召集とは全く関係がありません。昇進会では将来的に日蓮召集と合同することを目指すなどと言っておりますが、御法師聖人のご指南に反抗したり、唯樹一人の血脈を否定した上に総本山を激しく攻撃したため貧瘠された僧侶と後に話し合いで合同するなどということは絶対にありません。昇進会と退席寺が合同するといったことは絶対にありません。したがって昇進会僧侶が勝手に建てた施設が現状のまま日蓮召集の寺院として認められることはないのです。もう一度言います。したがって昇進会僧侶が勝手に建てた施設が現状のまま日蓮召集の寺院として認められることはないのでございます。どうかこの機会に昇進会の
新人を決別しですね、一日も早く本門会談の第五本尊がおられます、日蓮聖宗富士大石寺の、ところに戻っていただきたいと思います。以上です。